皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、認知症に現状維持はありえない、認知症に現状維持はありえないというお話をさせていただきたいと思います。まあ、実は先日外来でですね、症状が徐々に進行している患者さんがいたもんですから、そのご主人に対してですね、そろそろちょっといろんなことを考えて準備をされたらどうですかというお話をしたんですが、その時にご主人がですね、ようわからんで、困ったらその時考えるわというふうに言われてしまってですね、ああそっか、とっても寂しく思ったわけですね。我々からするとですね、まっすぐこのまま歩いていくと穴に落ちますよっていうふうなアドバイスをしたつもりなんですね。でなかなかそういったアドバイスをせっかくしてもですね、よくご理解できないのかわからないのかわからないんですけど、そのまま、何も考えずに歩いていってボンと穴ぼこに落ちる方っていうのがですね、結構いらっしゃるわけですね。でそれはなぜかというと、この認知症というものはですね、患者さん自体およびその介護者も含めてですね、ずっと今が継続するわけじゃないんだよっていうことなんですね。だから皆さんは今が良ければいいというふうに、なんとかなると思いがちなんですが、やはり認知症をやってるプロとしてはですね、やっぱり今後進行していった時にどうなるのか、今の現状の介護力ではどうなるのかということをですね、やはりご説明をしたくなるわけであります。でまずですね、患者さん自身が、どのように進行していくかというのはですね、この番組聞いておられる方はよくご存知だと思うんですけども、春夏秋冬ですね、いわゆる早期認知症である春で、物忘れが中心の夏で、そろそろ周辺症状が出てくる秋、そして、人生の終末期に関わる、冬になってくる。で、特に夏の後半から、秋冬になってくる頃になるとですね、やはり今までの春や夏の頃とは違ってですね、やはり、介護が必要になるケースが増えてくるわけですね。一般的にはですね、秋になる頃というのはですね、30点満点の点数である MMSE っていうのでいくと大体15点切ってくる頃なんですね。だから僕はですね、おおよその目安として30点満点の点数が15点、30点満点のうち15点を切ってくるとですね、そろそろ、介護者に何か負担がかかってきてるんではないか、場合によってはですね、自宅での介護が、難しくなってくるんではないかっていうことをちょっとイメージするんですね。その時に幻覚や妄想といった周辺症状が出ていてちゃんとコントロールできているかどうか、さらに運動機能ですね、基本的に認知症の多くの患者さんというのは運動機能は維持されているんだけども、やはりその MMSE が15点切ってくる頃、認知症のレベルでいったら秋になる頃になると、さすがに肺陽性、足を使わないことによる肺陽性、下肢筋力低下で運動機能も低下してくる、そうなるとやはり介護負担が重くなってくるわけであります。でここまでは要するに患者さん自身の話であるわけなんですが、じゃあ誰が介護してるかっていう、その介護力というのもすごく大事になってくるんですね。で、ここで介護者の方がいらっしゃれば、仮に MMSE がもう15点切ってきてもですね、比較的介護は、自宅介護はできる傾向はあるわけなんですけども、ただやはりその配偶者とはいえある程度の年齢になってるわけですから、やはりその人自身が、突然転んで骨折して入院になることもある、病気が見つかって手術をしないといけなくなることもある。だからやはりその配偶者だけにですね、介護が負担されているような場合はですね、やはり何かあった時のことも考えておかないといけない。でもうもっと言ったら、配偶者がいない、それを、長男さんだとか長男のお嫁さん、もしくは実の娘さんたちが介護している状態なんかになると、さすがに MMSE15 点ぐらい切ってくるとですね、そろそろ、施設も考えた方がいいんじゃないか、場合によっては今の介護サービスをもっと増やしていった方がいいんじゃないかということを考えていくわけなんですね。こういった患者さん自身の、流れ及び介護者の状況をきちっと把握してくれる、優秀なケアマネさんがついておればですね、そのあたりもさらっと、
やっててくださるわけであります。ただ例えば大事なことは何かというとですね、まず、介護度の区分変更ですね。よく皆さんにこの現状維持、今が続くと勘違いしていて認知機能が落ちてたりするときにですね、介護度上げましょうかとかっていうとですね、まあ、介護度上げるとデイサービスの利用料上がっちゃうからいいよとか言う人いるんだけど、それは間違っていて、何かあって急に入所施設を探さないかのときにやっぱり介護度は上がってれば上がってるほど有利になりますから、まあ、デイサービスの利用料金なんていうのはわずかですから、そんなことは気にせずにですね、やはりその人に適した介護度にまず区分変更をしておく。で、仮に配偶者が一生懸命私が介護します、俺が介護しますと言ってもですね、できるだけもうデイサービスを深海に使い、もうそれこそ週に2回とか3回じゃなくて場合によっては5回6回使い、適宜ショートステイを使っていくような状態をしておく必要があるわけなんです。で、そういう状況でなおかつ、前もって、グループホームだとか、住宅型有料、時に介護度が3以上ついていたらですね、特別養護老人ホームなんかの申し込みもしておけばいい。で、仮にですね、その順番が回ってきた時に、施設の順番が回ってきた時にですね、まだ家で見れるって言った時は、その時はお断りすればいいだけですから、やっぱり何かあった時の時にですね、前もってきちっと準備しておくというのはとっても大事なことなんです。まあ、こういった意味でですね、僕は今日が認知症に現状維持はありえないって、認知症って何、現状維持はないんだと思われちゃうかもしれないんだけど、多くの患者さんは、適切な治療をしておけばですね、ある程度維持はできるんだけども、ただそうは言いながら、5年10年というスパンで考えた時にはですね、やはり患者さんの認知機能は徐々に落ちていく、毎日の運動機能も落ちていく。で、それに伴って介護している人の介護力も落ちていく。そのためには、介護度も変えながら、ショートステイデイサービスを使いながら、頻度も増やしながら、で、場合によっては前もって施設を申し込んでおく。そういったことを準備しておくとですね、本当に何かあった時にですね、大騒ぎする、大騒動することなく対応できるんですよということなんですね。まあ、こういったことをですね、まあ、比較的外来なんかでもご説明するんだけどね、なんか一定数どうしてもご理解いただけないケースがあるんですね。もうその時はもうどうするかっていうとね、もうほっときます。だってどれだけ言ってもご理解できない、さっき最初にご紹介したように、まあよくわからんから困ったらその時考えるって言われちゃったら、もうそれ以上僕ら何とも言えないもんですから。まあでもね、残念ながらね、そう思って、あなたまっすぐ歩いていくと穴ぼこに落ちますよって言うとですね、やっぱみんな落ちるんですよ。で、その時になって大騒ぎしてどうしよう、まあ、特にそのさっき言った人みたいな、その時考えてそう言って、言ってる人ってその時大抵もう入院してたりするもんだから、もう残された子どもさんたちが大騒動になってるということが多いもんですから、まあ、多くの方々にはですね、認知症に現状維持はありえないんだよ、だから適切に常に、対応していくことが、介護を、上手に乗り切るコツになりますよということをですね、知っていただければ幸いでございます。